ありがとうございました、みんな頑張っていただきました、それでは、次のプログラムに移りたいと思います。羽島市福津町の枚方には、江戸時代から名称されてきました枚方清石がございます。岐阜県無形重要文化財にも指定をされております。続きましてはこの枚方清石さんに演奏していただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは、枚方清石保存会です。枚方清石は、昭和33年県の重要無形民俗文化財に指定されました。毎年10月の第2日曜日に羽島市福寿町枚方の八幡神社に天下太平五穀豊穣家内安全を祈願して演舞しております。今日は枚方清石は全部の7つの舞があります。永の舞、鈴の舞、剣の舞、清石氏、夫婦和合の舞、遊泳の舞、狐釣りです。全部舞うと2時間ぐらいかかりますが、今日はその中でもメインの清石氏を演舞させていただきます。それではご覧ください。